また、なたは、道教であがめられている、少年神、もしくは、中国仏教、もしくはヒンドゥー教の民は、説話の登場人物である。卓頭天皇、美写門天の三男であることから、あるいはとも呼ばれる、信仰対象としては、などとも呼ばれ、いくつもの損傷がある。蓮の花や葉の形の衣服を身につけ、健康圏、円環状の投て武器や、 根天あや、魔力を秘めた布、非戦争、火を放つ槍などの武器を持ち、冬火に輪、二個の車輪の形をした乗り物。火と風を放ちながら空を飛ぶに乗って戦う姿は、方針演技、最有機などの民間説話や小説などで馴染み深く、同教寺院でもこのような姿で表される。表記と発音は、隣仏教説話ではなとするものも見られる。いずれも、 あなたと読み、ウィキペディア日本語版や、ナタちゃんの流体時、上海美術伝営アニメを本にしたものでは、この発音を採用する。なお、ピン音の日本語表記は、ナーザが近く、上海美術伝営作品のアニメーション映画、ナーザの大暴れ、読む中国語世界2008年10月号では、ナーザの大暴れとナーザという表記もられる。あのうつとむの、方針演技では読みがなお、 なタクとしているがこれは、あのう版だけのことである。ただし、あのう版及および、その派生作品である、藤崎龍の漫画版、方針演技の認知度が高いため、これに順次、なタクと読まれるケースも、珍しくない。なお、口編に、タクの右側、U プラス5412の文字は、ジス X0208 及よびジス X021 に、ジス補助漢字に含まれていないが、 ジスエックスレニーチには含まれており1から14から85の不合1が与えられている。インド神話の下級神、ナラクーバラを前身とする。彼は、財宝神、クベーラの息子である。クベーラが、微写問天として仏教に取り入れられると、息子、三男とされるのナラクーバラも、その倍神として取り入れられ、ナサン大使の名で、信仰の対象となった。 中国における微社門天信仰が高まると、微社門天は、東大初期の武将理性と、同一視され、道教でも卓通り天皇の名で崇められるようになった。それに伴い名大使も道教に取り入れられた。あとに、微社門天信仰が衰退すると、仏教では名は忘れ去られてしまった。しかし、道教では民間説話に取り入れられて人気があったために、忘れられず、ついには、 インドの神であることは忘れられて、すっかり道教の神になりきってしまった。父母、兄弟などは説話により異なっており、説話の発展を示している。小説、最遊記では、卓東リ天皇の第三大使で、天帝が魔王鎮圧のために、李天皇が理性として俗界に使わされた時の妻、ソチ夫人の体内に宿らせた子である。前世は、 天帝側近の大螺旋であった。三面六臂の術を使いの六種の獲物で戦う。兄弟は、長兄が、釈迦如来の弟子の全部五宝、俗名、金、寺恵が、観音菩薩の弟子の恵み願行者、俗名、牧者、妹が、帝へ。また、命をつけてもらった、血、竜夫人、義妹、妖怪は白刀り天皇を父、お兄として崇めていた。 治獣婦人の会第83回には、左手に、右手にの字が浮かんだ姿で生まれ、それを名前としたと誕生の詳細が説明される。は、生後3日目に、歪みの途中で、裸のまま海中に飛び込んで竜王の水晶宮に行き、皇齢の背筋を引き抜き、にしようとした。父、李天皇は皇難を恐れて幼いうちに殺そうとした、ため、激怒したは、自ら、 体を切って、肉を母に骨を父に返上して死んでしまった。父の生と母の血を捨てたその霊魂は、西方極楽浄土に向かい、釈迦如来に訴え、助けを求めた。如来は、蓮の早根で肉体を作って、騎士改正の神門を唱えて、彼を蘇生させた。生まれ変わったは、神力、法力で九十六道の妖魔を退治するという武君を立てるが、 かつて骨をえぐられた恨みを忘れず、父に復讐しようとしたので、李天皇は如来に助けを求め、如来の鳥なしで一応和解した。李天皇は如来より如用本法となるシ利リを預かっていて、この法力での復讐心を抑えている。李天皇を、卓刀利天皇というのはこのことを指すと物語では説明される。後に、孫悟空が、筆馬恩の役職に不満を持って、 天界で暴れた時には、父やその部下の巨霊人と共に討伐に出るが敗退し、わせ二郎魔君を召喚することになる。悟空が三蔵坊止に従うようになってからは、天帝の部下として天から主教の旅を見守り、何度かその困難を救うことになる。特にとの戦いでは、父、卓東天皇と共に天界軍を率いて悟空に助成し、物語の中では、 大使は経験で忠実な息子としての姿しか見せないが、父は息子の復讐を常に恐れており、黄金宝刀を握りしめる描写がある。秋代の神解消説、方針演技では、陳筒見関の理性将軍、後の卓東天皇の第三子、長兄は金、時形は貴、大異新人の霊玉を入れられた理政夫人が三年六ヶ月で出産した肉かを、 ディアス氏が切りいたところ現れた。名付け親は、単位新人。7歳、身長6尺の時、東海竜王高校の準海屋社の利良と竜王の三大志公兵を殺し、公平の背筋を抜いたことにより父の怒りを受け、罪を贖うために、自らの肉と骨を切り違い。死後母親の夢に現れ、己の暗宮を立てるよう頼んだ。 心臓が三年間自行すれば再生できるはずだったが、ことの次第が理性に発覚し暗宮を焼き払われたため、大義新人は、蓮の花に金丹を入れて、肉体と死を復活させた。父とは、年頭同人が取りなし若い。戦況の同士として、父や兄と共に、囚人英に参加し、囲碁将の仙人と戦う。後に三面八肘の姿を得た。 本人は、スイコ殿に登場しないが、地表星高獣のあだ名が蜂肘、ハッピナタである。高獣は、両残白で、108人中64番目の人物。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。